はい、毎度どうも恐縮です。キミヤスと申します。ゴッドオブウォーやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、ようやく武器のアップグレードとかね、そういうことができる鍛冶屋みたいなとこを、まあドワーフさんかな、名前がちょっとわかんないけど、この人と出会ってこういうちょっと鍛冶場ができたという感じですね。ですね、まあ地図によるとこのどこだ、一応店、川沿いの道にあるので、まあ、地図でまあまた戻ることもできるんだろうな、これな。ファストトラベルと、移動、ファストトラベルできないんだ。まあいいや。で、防具。一応ね、アトレウスの防具かな。で、防具作ると、なんか、付属効果もあって、鍵爪の弓のチャージが速くなる。まあ、これ、速くなるとかいうのが、属性があるんですけど、属性で効果があるんですけどね。他にも多分いろいろあると思うんですよね。ね。で、次行くところ、目的、今の目的は、どこだ？もう門を通って山に向かうですね。この先かしら。ちょっと話してみるか。よいっす。間違えた。ブロック。Fuck else you need. ブロックさん。Cause I ain't in a working relationship with that footlicker. あのクソっていうのは多分、弟のことかな。兄弟がいて。Only thing to do was split the brand 50-50 down the middle. Guess it was the last thing we saw eye to eye on. そう。この斧。What? You want a hug? Hit the road. 行ってきます。すみません。そう、この岩井さん、斧を作ったのがそのフロックさんと弟さん。で作ったやつなんで、でその証明としてこの2人しか知らない刻印がこのね武器に記されてるんですけど、そのなんかことなんか揉めてるっぽいですよ、なんかね。またあとエピソード出てくるのかしら。ということで先に進んでいきたいんですが、これか、これ取るのかな。まずアイテムだろうな。銀のかけらも結構重要で、これでアップグレードの、まあお金ですよね、要するにね、お金になるっぽい。なんかあるよ、魔法の仮面。あ、これあれだ、あの収集アイテム全部取ると経験値が350もらえると。この経験値もね、アップグレードとかスキル、スキルか、スキルで必要になってくるみたいですよね。このよいしょ、こういうアップ、どこだっけ、どっか書いてないのかな。まだ使えないから何とも言えないけども。でもスキルがあるんですけどね、まだ使えないんだな。習得済み。そう、経験値が足んないとか出てくるんですね。なので、なるべく経験値は稼いでいきたいとこです。はい。やっていきましょう。ここもうないのかな。ここはもう、終わったね。じゃあね、こういう隠れたとこも行かなきゃダメってことですよね。で、行けば行くほど有利になってくるわけだ。戦況がね。ここから来たっけ？マップ見るか。ズーム。行くべきところは、これか。ここへ行くわけだから、コンパスがあればいいのか。お店、あ、離れてるな。矢印が一応あるけど、反対方向行ってますね。こっちだった。間違えました。よし、じゃあこっち行って、こっちか。これか。その前にちょっといろいろ見ておきたいとかあるな。これを通るのか。でもこれもなんか気になるとこだな。ちょっと壊しとくか。これを、あ、なんかある。宝箱だ。銀のかけら。これは何？鎖を下ろすのか。あ、違う、下に行くだけだ。You left me to fight alone. あ、なんかあるよ。People are one thing. Everything else you fight. Until I say stop or we are dead. Understand?
Pull your weight or we go home. I understand. Good day. Bishina. これもアップグレード必要な素材ですね。いろいろ必要なのだ。でちょっとね、ボタン配置を変えたのでね、ボタンね、弱ボタンがね、今まで R1、強攻撃が R2 だったんですけど、ちょっと、ボタン壊れちゃって、特に R2 ボタン、プレス5のコントローラーね、R2 ボタン、ちょっとね、バネが弱い、まあ、ちょっと新しいコントローラーわかんないけど、多分弱い部類のやつだと思うんでね。弱攻撃を四角、強攻撃を三角にしてやる。ちょっと慣れが必要だな。これなんだろうな、爆発の、あれか、敵を近くに来た時、ドーンってやると、少しひるんだりするのかしら。で、ここ開ける。これなんか、持ってきました。これ、ショートカット用かな？ってことはまた通るんだろうな、ここな。それと取り逃しがあるか。まあいいや、とりあえず行こう。こう門を開けたってことで。さあ、とりあえずじゃあここは、OK、調べた。次行くとこ。登れる？あの門がありましたね、ここね。ここだ。あ、すごい名前だな。ロバの名前、ロバっていうか動物の名前ね。名前がなかったんですよね。どこにいんだろう。この子、この子。この子の名前がなかったから、ありがとうさんっていう名前になりました。いいと思います、私は。これを下げると、これまた固定する感じか。離すと取れちゃう。こうしていて、マジか。ちょっと険しくなってくるわけだ。さあ、これ岩屋さん引っ込めたらもう戻れませんよ。しばらく行くしかねえっす。覚悟決めていこう。さあ、山へ向かってさらに進んでいくということでございますが、何かありますよ、これ。これ開けることできるのかな。あ、開けられるじゃん。開けられるじゃん、すぐ。もしかしたらすぐ帰ってこれるみたいです。行きましょう。なんだ、びっくりした。もう二度と、もしくは、しばらく戻れないと思ったら、戻れますね。さあ、なんか、トゲトゲありますよ。通れそう。どういうこと？行ってえよ。普通にいたいっすよ。あそこなんかあんな。え？そういうもんなのこれ。でもこれ取るとさ、あれでしょ。あ、え？押せば開く感じだったのか。なるほど。でもこれ嫌なとこだな。急に閉まったりしないだろうな。当たんない。強攻撃か。お、弾かれた。はい、いていていてい。強攻撃か。まあ、ジャックで斧投げたんですけど、あれ待って、なんかあそこ行けるんじゃない？この隙間。閉まんないのかな？え、ちょっと待って。ください。ああ、やっぱりなんかあるわ。面白いな、こういう仕組み。お、これも、アップグレード用の素材ですね。これはないな。こういうとこ見落としできないな。見落とし厳禁だな。ここにもちょっと床見えるのかな。あ、見えたわ。行きましょう。さあ、どういう仕組みだ、これ。なんか赤い矢印っぽいのがあるし、でも上にはいけないな。とりあえずそこなんか投げるもん、投げて当てるような的があるから、そこ投げるか。固定されてんな。これが何にも起きない。待って、まずここのアイテム、貴重な回復か。ちょっと置いとこう。これ
どうすんの？その黄色い的がなんかあんな。おお。ああ、はいはいはい。そういう仕組みね。一回すぐに回収して、こうか。ちょっと閉まっちゃったけど大丈夫かな。これで何？どうすんのこれ。下は、針だよこれ。飛べないね。なんか先になんかまた当てんだな。あれか。待って待って、これあれだな。こうして、こう。瞬間的に、面白いな。つまり、投げて、戻して、投げて、戻して、ほ。失敗。これね、斧があれですよ。あ、戻ってください。斧のこの重力で、なんだろう、的から下がってくっていうのがね、すごく現実的にちょっとね、そこはまっすぐ飛んでほしいんだけどなと思うんだけど、ちょうどあれですね、あの、Apex とかでいう RPG 系の武器が、てか、ライフルか。弾がね、先に行くにつれてどんどん的がに下がっていくというか、そんな感じのね、ありますよね。こうして。あ、やってない。ああ、難しいよ。ちょっと今、急ぎすぎたな。エームしてからだな。この辺から行くか。これ狙っといて、この上の方だな。狙って、回収していこうか。よっさあ、止まったけどさ。でも、まだいけない。なんか、必要。頭使うじゃないか、ここ。こっから行くわけじゃないんだ。だって、あそこ、針があるから無理でしょう。これ以上前に行けないしな。待て待て。よく考えよう。あそこなんか壊せそうだな。あそこ壊して、でもそしたら、あ、え？これ撃たせんのかな？違うな。違うな。下手だな。違うな。これは関係ないのかな？あ、アトレースの槍じゃちょっと弱いですね。何も関係ないな。で、丸ボタン押してもね、何も反応ないから、その先だよな。見落としか。でも矢印が上にあるんだよな。ちょっと待ってくださいね。遠くから離れて考えよう。上は無理。ここ無理。あ、上に宝箱あるじゃん。どういうこと？多分これ上に行かなきゃまず無理なんですね。ってことはどうすんだこれ。ちょっと待って、いきなりちょっと難しいぞ。私の頭ではついていけないところある。ここ固定したってことは、これ違うな、多分な。あそこなんだろう。なんか、あれは多分、宝箱の封印を解くやつだよな、でもな。うん。これ多分あんま関係ない。これは関係なかったな。え、どれ？これは？違うな。あとどこ？失敗した失敗した失敗した。お、やっぱ恐怖攻撃必要なんだな。あれ、弱と強で悪敗が違う。おい、ちょっとこれちゃんと覚えなきゃダメですこれね。まあ本当ですかこれ。じゃあこうして
回収、待って、回収して速攻だけで。これ、あ、これでいけるのか。Wait there. なるほど、おっと。これ、やばい、斧使えないじゃん、これ。斧使ったら死んじゃうじゃん、これ。これ。これいい。痛い。あ、どこ行った？向きが、ロック外すか。こっちか。はい。なるほど、面白いぞ、これ。面白い仕掛けだ。また、危ない。はい、はい、いい。長押し。よいしょ。右から来る。おい。よいしょ。パンチ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 。ラッシュラッシュ。長き。どこ？奥か。これどうすんだ。いけ。一回戻るか。はい、パンチパンチ。よいしょ。パンチ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 。はい。よし、一回やってきた。熱いな。もうやろう。殴る殴る。はい。よし。終わりかな。おお。まだいるか。今度なんか手強そうなの来たぞ。固い上やった。あ、待て。おい。おい。パンチ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 。おい。ジャックでちょっと、ガードすぐガードで検出しましょうか。あー、やっぱり。おい。ここ。あ、ちょっと早かった。ここ。おい。よし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 。あれ？あ、ぶん投げてたのか。なに？つかみ攻撃だからね。そっか。つかむしかできなかったの。そうだ、忘れてた。動物なんとかに、ヘビードラウグル。すごく強い攻撃をしてからガラスも難しそう。確かに、まあ攻撃を避けるのが一番かもしれないけども、そういかん。そうはいかん。パリで倒すのだ、パリで。で、もらっとこうかな。あ、いっぱいあった。これがさっき見えた宝箱かな。銀のかけら。これはどういうことだ。取ったら多分置いてくるな、これな。でも取んないとダメだな。ちょっと待って。ここで取って、あれか。本当に？間に合わないわ。あれなんだろうな。ちょっと待ってね。これ強攻撃で押して、ちょっと止めて、あれを狙うのかな。ちょっと下、真ん中にしようか。ほっ。あ、ここで回収して、ここで。あ、いっしょ。ははは、失敗した。アトレウスが安全に通るために、そっか、もっと広げなきゃいけないのか。ここで。で止めて、一回止めて、で、あ、2回あれかな、2回こう当てればいいのかな。待って、あ、違えた。はい、ここ声取れるかな、アトレス。そしてさらに上にも行けそうなんだけど、これ痛いだろうな、これな。
これは、ちょっと待って。登れってことこれ。これ壊してから、あ、わかった。こうか。回収して、即投げる。あー、やばい、やばい。よし。こういうこと？もう結構スリリングですね。で、さっきのアイテムどこ、これ超えてくるのか。Trust I will not let us die. 失敗するんですよ。油断してると、あれ回収できない。これ2個目の封印ゲット。で、さっき見えたアイテムがこれ。で、これ何？降りちゃったらまたやり直しになっちゃうから降りないです。あそこにもう一個封印のアイテムというか、どこにあるの？こっち行くしかないのか。This way. お、落とし物。仮面三つ目。経験値ちょっともらった。回復アイテム。え、これ登ったら、登ってみる？ないな、ここは。Never been this close to the mountain before. Looks so big. Wish mom was here to see it. Come boy.といういろいろさまざまな思いが。いやでもクレイドス本当はね、息子をベタベタこう甘えさせたいっていうかだろうけど、やっぱり厳しいんだな。厳しく育てなきゃいけないという使命が、あ、びっくりした、あるわけですね。いて、やっぱりこの1万円の戦士にしたいのかな。狩りとかそういう戦士にしたいのあれば、やっぱり厳しく育てる人があるんだろうね。ああ、もう一個どこだろう。あ、なんか光ってる、あそこ、あそこに登る。ああ、いけるじゃないの、いけるじゃないの。壊すのかな。投げないですよね。そう、投げないですよね。どうやっていくかが問題ですよね。絶対どっかに上から行く方法があると思われますが、どこだろう。ロープがあるな。ロープジャンプ。ああ、でも一回下ろす必要があるのかな。やっぱり、やっぱりこれで行くの。あ、それで狙うのか。はっ、よっしゃ素晴らしい。なるほどね。これは回復アイテムかな。よし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 。ナイスです。これ3つ目か、もしや、リンゴ。あ、違う。もう、いや、レイジの最大値を上げるうちの3つ、消し、密種か。最大値上昇に必要なものうち、3つのうち1つを入手した。レイジってのはスパルタレイジってあの強力な技？この見えないか。左下のゲージのオレンジのゲージがこれも増えるわけですよね。なんだ、順当にね、なんか体力のヒットポイントか、ヒットポイントが最大値上がるアイテム連続で2個取ったから、てっきり3個取ったかなと思ったら違うやん。うまくできてるわ。はい、ということでございまして、今回の動画はここまででございます。ご視聴ありがとうございました。また次回もやっていきたいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。それでは、さよなら。